はいどうも、シアタイです。ただいまの撮影時刻が5月30日日曜日になるんですけれども、アップロード時は31日、明日からですね月が変わりまして6月になります。6月のですねプロスペースに関してのね、まあ、情報を今回動画にしていこうかなと。その前にですね、矢印でね書いてあると思うんですけども、覇王のねリーグ見てください。今現在ね9位になります。9位というね順位をキープしているんですけども、これはね別にあまりすごくはなくて、同じグループにですねメジャーリーガー、そのですねメジャーリーガーと対戦することができました。リーグのですねグループに関しては A になるんですけども、24日から30日のねリーグ結果はね書いてある通り348位スタートで、まあ、今現在日曜日で、まあ、現在ね9位をキープしています。そしてですねグループ A のねランキングの方を見ていくんですけども、自分はですね今現在9位でして、こちら見てください。16位にですねダルビッシュ選手がいます。このですねダルビッシュ選手となんとリーグでね対戦することができました。まあそのですね結果ね画像が貼ってあると思うんですけども、4対0で勝利と。まあこれに関してリーグに関しては本当にまあ運で、まあ勝ち負けはねあんま正直ね関係ないんですけども、まあ一応ね勝つことはできました。リーグに関してなんですけども、特殊能力とかで、まあ、コンボが変わってきまして、まあ、そういった、ね、数字を上げていけばいくほど、まあ、リーグの順位が、ね、上がってくると思っていたんですけれども、まあ、そんなです、ね、特殊能力もあんまり関係ない。リーグに関してはです、ね、どういった基準で、まあ、勝敗を決めているのか未だに、ねまあ、分からないんですけれども、とりあえずです、ね、リーグに関しては、ね、スピリッツを上げていけば自然的に、ね、順位が上がっていくので、まあ、順位を上げるためには、ねまあ、スピリッツを上げていってください。最初のですね初期の頃はですね成績ね見れなかったんですけども、最強決定戦は見れました。まあこういったねものが導入されたんですけども、この数値はね本当に合っているのか、どういった基準で勝敗に決められているか未だにねまあ個人的には分からないんですけども、とりあえずねスピリッツを上げていけば青のですね順位は上がってきます。はい、ということで6月に関してのね情報を話していきたいんですけども、6月になればですねスピストアの更新があります。まあこちらねショップになるんですけども、スピストア、このですねスピストアどういったものをね交換するべきなのか、これに関してですね限界突破かな、 S ランク限界突破コーチ、まあこれがですねスピメダル6万枚で交換することができるので、まあ、無課金美課金者全ユーザーはですねこのね S ランク限界突破コーチを取ってください。S ランク契約書に関してなんですけども、プロスペースではねもうすぐすればエキサイティングプレイヤー、あとはですねイベントでね S ランク契約書がもらえるので、まあそこで、ぜひともね補強をしてください。このですねスピストアは最近始めた方もね S ランク限界突破コーチを、買ってください。6月には TS 第3弾も登場、そしてその TS 第3弾はね累計報酬にて S ランク TS 第3弾契約書かな、まあそれもありますし、あとはですね OB かな、まあ OB の時ね、まあこの限界突破コーチをねめちゃめちゃ使うので、そのためにまあ6月からね S ランク限界突破コーチをぜひとも貯めてください。そしてですね2020年6月のねイベントとガチャを見ていくんですけども、なぜにね去年のイベントを見ていくのか、プロスペースの年間のねスケジュールになるんですけども、毎月毎月ですね同じ月に、まあ、こういったものが来るというものがありまして、去年のですね2020年6月のスケジュールを見れば、まあ、ある程度ですね今年のねスケジュールが分かってきます。そういったですね理由があるということで、去年のね2020年の6月のイベントとガチャを見ていこうかなと。まずはイベントから。去年のですね6月1日に経験値倍率があるイベント団員決定戦が登場しました。2021年5月30日に経験値倍率がある長子くんの宿題がね終了したんですけれども、まあ、団員決定戦かな2021年は、まあ、ほとんどというよりいつ来たかねちょっとわからないんですけれども、まあ、全くもってね記憶がない、まあ、来ていないということで、まあ去年とね同じくこのですね6月の初旬あたりに、まあ、経験値倍率があるイベント団員決定戦が、まあ、再びですね今年の6月に登場するんじゃないのかなと。こういったですね経験値倍率があるイベントはですね終了してからもその1週間以内に、ねまあ、来てるイメージがあるので、まあ、団員決定戦が6月に来ると予想しました。そして去年のね6月3日になるんですけども、覚醒のね助っ人外国人が登場していました。まあ去年はですね TS の後に覚醒の選手が登場する、まあそういった流れだったんですけども、今年はですね TS 後に覚醒の選手、そういったね流れはありません。これに関してなんですけども、助っ人外国人がですね入国制限かな、まあいろんな問題がありまして入国制限、そしてまあ試合にね出場していないということで写真が撮れない、素材が撮れない、まあそういったこともありまして、まあこのですね TS の後に覚醒、まあそういった流れがなくなったんじゃないのかなと。まあ、この助っ人外国人はですね多分6月かな、まあ、6月の中旬あたりに、まあ、登場すると予想はしています。今現在ね交流戦が開始されていまして、助っ人外国人が試合に出場している、そういったところで写真のね素材が撮れるので、まあ、6月中旬あたりに来るんじゃないのかなと。そしてですね去年はですね6月9日にエキサイティングプレイヤー第1弾が登場しました。その時にね伴ったイベントとしてはスターロード、去年のですね第1弾に関してはこのスターロードの最後のね報酬にてエキサイティングプレイヤー第1弾
チナの契約書がありました。エキサイティングプレイヤー契約書がある場合はですね、第2弾は無料10連になります。まあ今年もですね、第1弾契約書の場合は第2弾無料10連、第1弾が無料10連の場合は第2弾が契約書、まあそういった風になっています。そしてですね、去年6月15日にルーレットヒッター中継ぎイベントを挟みまして、まあ、6月18日にプロスピラビリンスとエキサイティングプレイヤー第2弾が登場しました。このですね、エキサイティングプレイヤー第2弾は無料10連になります。あともう一つね、イベントが来たんですけども、大抽選会アニバーサリープレイヤーとエキサイティングプレイヤーはですね、こういったねイベントがあります。まあこのですね、大抽選会は1000エナジーかな1等、あとはエキサイティングプレイヤー契約書、 S ラン契約書が何枚かもねもらえる、 S ラン契約書がですね数枚1等のね当選すればもらえるので、まあこのイベントはね結構いい。ツイッターでね1等とか当たってる人がいるので、まあ本当にね当たっています。2021年も第1弾か第2弾かね、どちらかわからないんですけれども、どちらかでこの大抽選会がね来るんじゃないのかなと。6月9日からエキサイティングプレイヤーが始まりまして、6月26日にエキサイティングプレイヤーが終了しました。そのですね、終了した日が6月26日になるんですけれども、この6月26日に何が登場したのか、 TS 第3弾が登場しました。去年2020年の流れに関してね、こういった風になっていまして、今年2021年も、まあ、6月のね、まあ、9日10日あたりにエキサイティングプレイヤーが開始、まあ、そして1週間のイベント、中継ぎイベントを挟んで第2弾と何かしらのねイベントが開始されまして、まあ、中継ぎを挟んで TS 第3弾、まあ、この流れがですね、まあ、今年もね来るんじゃないのかなと。6月に関してはプロスペースで2番目に人気のある月かな、まあ、1番はですね、10月のアニバーサリープレイヤー、まあ、これがね一番盛り上がるんですけども、その次のエキサイティングプレイヤー、これがですね6月に登場します。続きましてガチャの方を見ていくんですけども、去年ね6月3日に二塁手が登場していました。ポジション追加、まあ、今年この TS 第2弾かな、今現在開催されているんですけれども、これがですね終了した後はですね、今現在ねポジション追加1ポジね早いんですけれども、まあ、ポジション追加がね来るんじゃないのかなと。6月5日はですね、中継ぎガチャとしてバリューが登場していました。そして6月9日エキサイティングプレイヤーの第1弾が登場。ここからですね、6月11日、15日、22日とねガチャ追加があるんですけども、まあ、このガチャ追加ね、確か GO のメンバーかな、グランドオープンの最初の4人をピックアップした、多分ガチャになっていると思います。編集の時に再びね調べるんですけれども、間違っていたのであればテロップでね補足されていると思います。そういったですね、グランドオープンのね選手をピックアップしたガチャが、まあ、続きまして、まあ、6月26日に TS 第3弾が登場、まあ、6月はねこういった流れになります。その後ですね、7月になるんですけれども、7月といえばオールスター、まあ、オールスターもあってプロスペースのね特大イベントとしてはセレクション、まあ、セレクションね、個人的には阪神の佐藤輝明選手かな、まあ、阪神ファンなんですけれども、佐藤選手がどうなってくるのか、まあ、セレクションとして選ばれるのか、まあ、一応ですね、自分はねドラ1ルーキー阪神佐藤輝明選手を取っていまして、まあ、A ランク5枚かな、まあ、それ待機しています。いやどうなるんやろ、セレクションはね、まあ、3800で登場するので、まあ、個人的には、ね、開幕100連かな、まあ、100連引いていくので、その動画もねぜひとも見てもらえばなと。はい、ということで6月に関しての情報でした。テロップでねかなり補足されていると思うんですけれども、プロスペースで2番目に盛り上がる月、6月に突入するんですけれども、まあこういった流れになるんじゃないのかなと。ぜひともですね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントをしてもらいまして、明日もですね重要な動画を出すので、ぜひとも見てもらえばなということで、今回は以上。